皆さん、こんにちは。ヒロッキー5です。今回で、50本目となりました。というわけですが、いつも通り行きます。サルトサーキットで行われるレースを、3つほど、ダイジェストでお届けします。グループ1クラスのレースです。最初は、サンクロワの時に使った、プジョー、908i、HDI で行きます。ウプ主さんは、5番手スタートです。直線の走りは、良かったので使いました。古いやつよりは、疲れにくいかなと。スタートしました。上位勢は、日産の、RQ2、CP だ。直線番長な、イメージですね。長い直線に来ました。前の、ジュニアーカーシー選手との差は、1秒以内。スリップストリームを効かせて、順位アップを狙いたいですね。やっぱり、日産は、速い。こっちは、350キロで、目いっぱいなのに。ぬおおお、後ろから来たあ。GT23 コータ選手に抜かれて、6番手です。ちょっと、当たった。おおお、アクアリウス選手が、止まってたあ。あと、GT23 コータ選手を追い抜いて、4番手になりました。ジュニアーカーシー選手も、やらかしていたのか、すぐ前にいたあ。スリップストリーム来たあ。超、高速度域だと、RQ2、CP の方が速いみたいですね。でも、コーナーは、プジョーの方が、速いぞ。後ろも、追いついてきているな。おっと、ジュニアーカーシー選手が、はみ出したぞ。3番手になりましたあ。ここから、ジュニアーカーシー選手たちと、鬼ごっこだぜ。ここで、まさかの、コードオロチ選手がいた。また、鬼ごっこに加わってきましたね。ウプ主さんは、2番手に、出世じゃあ。3ラップ目です。コードオロチ選手が、迫ってきました。空気を切り裂いて、爆走していったあ。これで、鬼ごっこ終了だあ。3番手に落ちました。ブレーキングポイントだ。うまく曲がれそうだな。コードオロチ選手が、行き過ぎていたので、追い抜きました。でも、逃げ切れるのか、わからない。思ったより、早く来たあ。また、3番手に落ちました。次は、グループシーカーを選ぶしかなさそうだ。おっとっとと、コードオロチ選手を、グラベルへ、導いてしまったあ。ごめんなさい。おっとっと、そろそろ、折り返しなので、ピットに行きます。いて。トップの、ゴーフィファタクロウ選手が、入ったのを見たので、慌ててピットインしました。ミディアムタイヤを選択。ピット完了。3番手で復帰。いや、4番手だ。前は、GT23 コータ選手だ。タイヤが、垂れてきたのか、止まりきれてない。うわあ、こっちは、タイヤが温まってない。ああ、スピンしちゃったよー。あ、戻った。あの、コードオロチ選手に、抜かれて、5番手です。痛い、スピンだったよ。地形がない直線は、きついな。なんか、高い音が、聞こえてきた。誰かがリタイアしたのか、4番手。レイモンド選手に抜かれて、再び、5番手。おっとと。硬すぎだよー。6番手になったじゃないかー。5ラップ目です。タイヤ交換していた、ジュニアーカーシー選手を追い抜いて、5番手です。アクアリウス選手に、追いついています。ここで、近づきましたが、前に出られませんね。ここは、慎重に。最後の試験でも、追い抜きの隙は、ありませんでした。直線の前に、追い抜かないと、まずい。なかなかだな。
どうにも、追い抜けない。あ、はみっちゃった。大丈夫かな？戻したし。ああ、直線は、負けだね。見えなくなった。少し、アクアリウス選手の背中が見えたぞ。地形までに追い抜きた。ああ、焦っちゃったー。間もなく、フィニッシュです。おー、ペナッター。なんとか、5番手でレースを終えました。前半は、良かったですね。順位を、2番手まで上げられました。後半は、スピンスタートから、調子を戻せずに、レースを終えました。最後まで、メンタルが持ちませんでした。プジョー、908i、HDI。乗りやすかったけど、超高速度域だと、グループシーカーたちには、負けるということが、わかりました。最初のレースから、何日か経ちました。反省点を生かして、再び参戦です。ウプ主さんは、ザウバーメルセデス、C級で行きます。R級に、CP よりは、コーナーにも強いというイメージで、選びました。5番手グリッドから、参ります。スタートしました。危なく、スピンするところだったー。少し、離れてしまったか。でも、まだ序盤でした。おお、軽く当たった。ちょっと、避けてくれた。ああ、またまた、当たったけど、4番手になりました。なんとなく、スリップストリーム圏内まで、近づけましたね。ここから、超高速バトルの幕開けじゃあ。さっき乗った浮上より、速度の伸びが、違いすぎる？イーユーティル選手に、ブロックは、されましたが、戦えています。いいですねー。少し、間を空けてきました。混乱のない、クリーンなブレーキですね。おっとと、イーユーティル選手が、もたついていました。3番手になりました。まだ、先頭が見える。ジャクソン選手に、トラックリミットペナがつきました。おーおー、イーユーティル選手が、突っ込んでいったー。突っ込まれていたら、楽しくないレースになってました。トラックリミットペナルティを消化したジャクソン選手には追いつけませんでした。お、後ろから来たな。この直線を単独走行するのはきついぜ。4番手に落ちましたが、ちょうどいいところにラドギー選手だ。2つ目のストレートで前に出られそうです。大きな速度差ではないですが、なんとか3番手です。3ラップ目です。首位争いに加われそうです。いつの間にか、ジャクソン選手が1番手になってた。スチューペンド選手がペナルティ消化。なんか、ガンって言ったぞ。ウプ主さんにはペナルティなしかな。よかったぜ。2番手になりました。ジャクソン選手とバトルできるのでしょうか。ラドリー選手が追いついてきました。このポジションで行きたいですね。うわぁ、ブレーキングミスったー。復帰。ゼロ発進は慣れてないよー。滑るー？一気に5番手に落ちました。ピットイン。します。上位陣も入りましたしね。出発進行、ミディアムタイヤです。5番手でした。4番手の、スチューペンド選手とは、5秒も、あるのね。前との差が、開いてしまったか。トラックリミットペナルティ。1個目の試験出た。おっと、誰か見えるぞ。ラドリー選手が、グラベルへ。ウプ主さんは、4番手になりました。
あ、ペナった。ちょっとだけ、やっちゃったか。特に何も起きないまま、フィニッシュです。4番手でした。1番手とのバトルまで、あと少しというところで、グラベルへ飛び出してしまいました。そこが、悔しかったです。本当に。ハイオンジェット選手との差が、16秒までになってました。0.5 秒ペナは、地味に重いですね。3回目、行くぞー。ヘリの音が、すごいなー。あれ?最近、多いなー。やっと、始まったあー。うつ主さんは、さっきと同じ、ザウバーメルセデス、C 級で行きます。3番手グリッドからのスタートじゃあー。ベストグリッドだよ。しました。とりあえず、前を伺いながら、走っていきます。1番手が見えているので、ミスは、したくありませぬ。チケインで、近づきます。ギリギリの距離感で、ぬおおなんか飛んできたバックをバックをバックを選手が、スピンしたおお1位になったやばーい展開だでも、ストレート長すぎるからなぁ。来ましたね。大久保選手です。ここで、順位が落ちるのは、仕方のないことですね。おっと、ペナルティー、持ってますね。また、1位になれたけど、まだ、ストレートが長いよ。ブレーキングポイントまでは、前にいたいぞ。うわぁ、ブレーキングポイントの、その前に抜かれたぁ。緊張するなぁ。うまく立ち上がれましたぞ。最後まで、ついていくんだぜ。ここで、また、前に出れそうです。ついつい、前に出てしまう。いや、ほぼ、サイドバイサイドを、並んで、コーナーに入る展開に。こんな、バトルになるとは、思いませんでした。2ラップ目です。変わらない、距離感で、走っています。うわぁ、立ち上がりを気にしすぎたペナルティーきそうだ。どうかな。いやぁ、すごく長いストレートで、0.5 秒は、大きすぎるよスピードが最加速だぜ。大久保選手が、どんどん、遠くなっていく。行かないで。3ラップ目で、はみ出しちゃったおやまぁ、まただよ。重たいな。あのコーナー、あまり、ペナらなかったのになぁ。前も、ピットに行ったので、うつ主さんも、続きます。出発進行、4番手で復帰です。
前を走る、大久保選手が、3秒先にいるぞ。あ、でも、後ろから、バックをバックをバックを選手、来たなぁ。はみ出したけど、大丈夫だったぞ。バックをバックをバックを選手が、コンマ7秒まで、来ているのに姿がありません。あ、回線トラブルでリタイアしたぁ。スリップストリーム合戦で、大久保選手に近づけたかもしれないのに、残念です。前とは、5秒差に開いた。タイヤ未交換の選手たちが、ピットインするみたいですね。うおおお、2番手に戻ってきたぞ。おお、大久保選手とは、7秒差。差が開かないように、行こうかな。うわあ、ペナルティ来たあ。トラックリミットか。2番手ポジションも、悪くないのかも。レースの終わりが近づいてきました。最終、2連試験を、抜ければいいだけさ。フィニッシュしました。2番手だったぜー。首位争いができるほど、いい展開だったかなと思います。ストレートを意識しすぎた末の、トラックリミットペナルティ。この結果に、少し引いた感じでした。ついつい、攻めすぎてしまうレースでもありましたね。今回も、ご視聴ありがとうございました。